こんにちは、ヤスです。ブラジルが負けてしまいましたということで、若干放心状態ですが、本日も参りましょう。ということで、まあいろんなところでクリスマスセールがもう真っ盛りって感じに、ね、なってきたんですけれども、今回はまあ無料もの系を2つと、まあそのクリスマスセールという感じで、話していきましょう。まあ毎年恒例っていう感じでしょうかね。若干その高齢感もある、ネイティブインストゥルメンツが、ね、無料で音源など配布ということで、やってます。でこれは またコンタクト6が出た時もねそうだったんですけどね、まあ結局コンタクト7、まあ、最新のものを早く買えよというメッセージだと思うんですけど、最新版コンタクトの7プレイヤーでもね、プレイヤーなんですけどね、最新版を早く買えよという感じで促すための、まあ、それにしか対応していない、音源ということです。うん、なんか音楽系というよりはグラフィック系の素材のウェブサイトみたいな感じだね作りですね。で、まあバウチャーか、バウチャー、うん、なんかあんまり使いどころがなかったような気がする。なんか使い勝手悪いバウチャーだった気がするんだけどね、ネイティブインストゥルメンツのバウチャーって。まあそんな感じで、とりあえずまあ音源の方ね、こっちはまあプレイヤーで、コンタクト7のプレイヤーの方でも動くので、まあ興味ある方はねチェックしてみてください。はい、ということで次、やつがまたやらかしやがりましたね。あのソノキネティックがまさかの5日目に、2回目のフリー来ました。まあフリーじゃないやつと同時に一気に2つ出してくるっていうね、うん、びっくりですね。2日目にまあ1個ね、あのヴィアチェレガシーということで、今回5日目に2個目 EMP、 これは EMP Mark II エレクトロメカニカルピアノということで、まあエレピ音源ということなので、まあこれも興味ある方はチェックしてみてください。でまあ朝になってもね、まあ今この段階でお昼、近くなってもまだいけるから、もうこれもリミットなしと、今年はもうフリーはリミットなしなんですね。ということで一回ちょっと試しに制限なしでやってみるか的な感じでしょうかね、ということなので、まあもう今多分混んでないと思うから、いつでもいけるんじゃないかなと、いう感じで、興味ある方もねもらいに行ってみてください。で次、オーディオプラグインディールズなんですけれども、またカウントダウン系のセール、クリスマスセールが始まってます。ブラックフライデーの時もねやってましたけれども、まあ、中にはすごく美味しいやつとかがポロッとね出てきたりするので、まあ、一応目は離せないなという感じで、まあ1日目はアートリアのメロトロン5ね、これ来てて 50% オフということで、75ドルで購入できますよということなんですけど、メール登録してる方は、別途特別なクーポンが来てるはずですので、まあ、チェックしてください。でそのクーポン使うと、さらに10ドルオフで65ドルで購入できるようになるので、まあ、もしこれ購入する方は、まあ、忘れずにそのクーポン使って、お会計してください。でまあこれは今このお昼の段階12時間だから1日1個空いてくるって感じだね。クリスマス直前まで、やっていくという感じですかね、なのでまあたまに美味しいのがポロッと出てくることがあるので、一応こう目が離せないと。でまあねちょっとね紹介しようか迷ったんだけど、タブを消し忘れていたのが目に入っているのでこれ何の保証もしないけどね、ゴーストハックっていうサンプル集をいろいろ扱ってるところあるんですけれども、あんまり有名じゃないと思うんだけど、どうかな分かんないけど、ここね結構フリーものがフリービーが多いので、はっきり言いましょう、暇な人時間捨ててもいいよっていう人、まあチェックしてみてみてください。暇つぶしがてらにね、まあ昨夜のサッカー、まあ、今朝かサッカーを見ながらちょっとねチェックしに行ってみるとかね、まあそんなながらチェックでもしてみてください。こんな感じで結構いろいろあるから、なんか面白そうかなってやつをチェックしてみてください。でこれね、ちょっと場所が分かりにくい、一応概要欄に直リンク貼っておきますけれども、ウェブサイトのね
このね右下にあるんですよ。一番右下のサービス欄の中にこうフリーサンプルパックスっていうリンクがあるから、ここから入ります。ちょっと分かりにくいんだよね、のでまあ一応僕的には何の保証もしませんけれども、時間捨ててもいいよっていう人はまあチェックしに行ってみてください。まあいろいろね、なんかあるかもしれないですね、という感じで、まあ各所でいろいろもうクリスマスセールも真っ盛りになってきているので、まあ引き続きチェックはする必要はありますが、まあ大体はブラックフライデーのセールと同じぐらいの深さの割引か、まあ10ポイントぐらい浅くなってるかみたいな感じですかね、ので、まあ狙ってるものがある方は、まあ迷ってブラックフライデーで逃してクリスマスでまた引っ張られてるみたいな人、まあ引き続き迷い続けてくださいであとメーカーによってはブラックフライデーはスルーしてクリスマスしかやらないところとかもあるから、でそういうところだと まだちょっともう1週間ぐらい後とかに始まったりするから、まあ、またそのぐらいに、はちゃんとチェックする必要があるかな、という感じです。それではよろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。やすでした。ではまた。